大阪府東淀川区の、淡路三丁目なんですけども、老朽化した家屋の数がものすごいですね、至るところで。まあ、廃屋、ここは間違いなく廃屋だと思いますけども、ごく稀にすごく古い建物の中に人が住んでらっしゃるケースも、見受けられたんですが、まあ、こちらの建物も、もうこれ廃屋でしょう。ものすごい数ありますよ。だから建築業界が建物を解体やめてしまったからですよ。大阪万博だもなんだって、もうそこら辺歩いてたらもう先ほどみたいな建物ばっかりで、ちょっとあの撮影時間うんぬんとかもありますんで、まあこれぐらいにしておきます。しっかりとした表札すぐ先ほど映してたのがあちらなんですが、3丁目、11、もう至る所はもうそうですね、数十秒歩いたらこれです。で、フェンスみたいなものを立てかけてるっていうことは、これも倒壊の恐れあると分かっていて放置してるんじゃないんですか。で、向こうの建物も壁に亀裂入ったりしますけども、まあ何かこう物が押し込められてるような家かなりたくさんありますね。だから放置してるんだと思いますけども、目印になるところ、淡路本町第三振興町会集会所と書かれてますけど、ここもフェンス張ってるから、老朽化した建物だから人入れないようにしてるんでしょう。大阪万博なんかどうでもいいことしてないで、するべきことをちゃんとせんかったら本当に世の中めちゃくちゃなってますよ。沖縄だったので一応撮影しておきますね。あとあちらの方の建物とかもそうですね、壁の亀裂の入る具合とか、もしかしたらこちらもそうかもしれないですね。どこか一応に置かれてるものがあれば、別新バスチャとかにあるときはあるんですが、淡路四丁目2の3ですね。亀裂の入り方とか見たら分かると思いますけども、地震来たら多分震度6とかだったら倒れると思いますよ、本当に。能登半島の被災地見てもらったら分かると思うんですけども、この建物倒れてるところ、もう古くなってるところばっかりなんですよ。次、菅原5丁目3の12、阪急淡路駅のすぐ近くですね、多分この自転車とかも放置だと思いますね。あの辺りとかもそうかもしれないですね。老朽化した建物を解体してコンクリート関係のところは、淀川の両サイドの堤防だとか、河川の底を埋めて、海面と同じ高さにする。これ昔話していた内容で、まあもし覚えていたらですけども、橋本徹さんとか知ってますよ。まあ、テレビでもその話していたことがありましたから、僕らがそういう話をしていたっていうこと、こちらもそうですね。老朽化した家屋、張り紙つけてあるからもう多分危ないから近づいてたらダメですよっていう内容だと思うんですけども、よく人いないと思いますよ、菅原5丁目。ちょっと撮影内容がだいぶ変わってきてしまってるんですけど、今一応淀川の方へ向かって歩いてるつもりなんですが、ちょっと方向感覚が分からなくなりまして、まあ大丈夫ですね。東淡路5丁目11、さっき西口から出てちょっと方向が逆になってしまいまして、ただし何かその老朽化した家屋とかを撮影するためにこうなんとなくこう自然に歩いたような気もしますね。先ほどの
西淡路地区はかなり、あと淡路町ですかね、めちゃくちゃですね。こちらは新幹線で、まあ先ほどパトカーも、横通ってくれていて、まあ多分あの僕の動きに合わせて動いてくれてるんだと思いますけども、もうほらね、もう新しく建物建ても空屋でしょ、もう空ばっかり。これが現実ですよ。人口ずっと減っていってるのに、40何年間少子が続いてるのに、買い手が現れるわけがない。人口はいないんだから。先ほどとは別の建物ですけども、多分 あそこも空き家ばっかりだと思いますよ。あの前輪の地図の最後の方、各区とかの、まあ、市でもいいです、最後の方見てもらったら分かると思うんですけども、集合住宅、表札が入ってるか入ってないか、まあ、マンション、分譲含めてなんですけども、表札が入ってるか入ってないか表記されています、それ見たらびっくりします、ほとんど空き家です、半分ぐらいです。こちらはあの廃屋とかをスマートフォンで撮影してるんですけども、来てる日は同じです、2024年7月の7日、淀川の、近辺なんですけども、あちらも老朽化した家屋、現在地が、淀川がこうあちらの方からこう右手の方に大きくカーブしていて、あのように、鉄橋いいんですかね、アーチ状になっている、形式の橋が見えていて、まあ、河川がこういう、グラウンドがある場所で、ちょっとあの現在地がはっきりよくわからないので、河川の横を沿って、上流に向かって撮影しているところで、まあ、あの建物を解体したらメタンガスの抽出場にすればいいと思います。まあ、淀川の方の河川、の方の動画を見てもらいながら、撮影日で確認していただいて、まあ、言ってる内容とか、両方ともの整合性、見てもらったら、分かると思います。基本的に最終的にはもっと下流のところまで、河川の底を底上げしておいて、老朽化した解体した、コンクリートとかで、それで、貯水槽にするという案ですね。第1問目の門はもっとだいぶ、あの橋よりもまだ上の方、上流の方になると思います。まあ、まだ川の流れとか見てみなかったら、どの辺りまでが海面の水位まで来てるのかというところがはっきりとよく分かりませんので、まあとりあえず撮影してからです。あちらの方が下流です。で、あの橋の向こうに、JR の、橋脚がありまして、まだ、神崎川の合流するところまでは来ていませんで、やっぱりこういうふうな少年野球とかサッカーだとかそういったことをしているのを見たときに、どこまで、水位を溜め込むべきかっていうところは私も正直悩んだりしますね。で、河川の底をコンクリート化して、水位があるところまで、しっかりと作ることができたら、まあ、1問目の河川をもっと下流のところに設置して、とんでもない莫大な、量を、貯水することができるんですけども、両サイドもし決壊したらっていうことを考える方いらっしゃると思うんですけども、まず見てください、こちらの河川、こう見ましょうか。両幅下の方のところがメートルあると思います。さらにその先から下のところ、まずここのところもコンクリートか両サイドをすれば、まず決壊することはないと思います。耐用年数は50年ぐらい通用すると思います。今までの事例でダムの両サイドをコンクリート化して中が土の場合、そこから、亀裂、アスファルトや、コンクリートに亀裂が入ってきたときに、雨が降ったときに土が抜けていくと、まあ、そういうような現象がもともとあって、まあ、ダムが決壊した例とかはあるんですが、それはたまに、河川の一番上のところまでは水位は来ないはずなので、絶対的に、一部分を
上の方を土の部分を残しといたらいいんですよ。そしたら中で空洞化が始まっていったらそこはへこんでいくはずですから、だからそこに土を入れていったらいいんですよ。押し固めていく、だからこの列とかそういう風な形にしたらいいです。ただしその工事はかなりの期間を要することになります。距離がかなり長いんで、もうこれで行政の方も埋め立て地絶対作っちゃダメですよ。万博開いたり、わけわかんないことをしてエネルギーの消耗ばかりするんですから、以前の撮影、琵琶湖からの撮影で、京都の宇治川まで撮影した時の動画で、しっかりと申し上げてますけども、ちょっと待ってください、追加しますんで。もともと予定していたのは、橋をかけるのは、こちらの淀川新橋かそのもう一つ先の位置ぐらいのところですね。さすがにその位置ぐらいまで行けば海面よりも高い位置に川底があるとは思うんです。とりあえず行ってみなきゃわからないので、まあ、もう少したら剣崎川もしくは剣崎川の、合流する河川ですね、この位置ですね。もうちょっと全体像が見えた方がいいですかね。ですね、神崎川です。神崎川の方ですね。もしかしたら神崎かもしれませんけども、多分神崎川だと分かっていると思いますけども、まあ、それで神崎しおりという名前で出てこられた方がいらっしゃったのかもしれません。音楽業界の人ね。まあこの河川までのところは多分海面と同じ高さだと思います。まあこの辺りまで、まあ、とりあえず、行ってみます。あとそれと両サイドをコンクリート化するにあたって、こういう風に草刈ってるところ芝刈り機使われてるんですよ。先ほども見ました。でガソリン使ってあれ動かしてるんですね、芝刈り機って。だから本当は草とかは牛さんとかはどのような草でも、食べるらしいです、まあ、毒のあるようなもの以外は。で、まあ、牛さんとか昔僕はフルーツラーパーク1998年ぐらいですね、まあ、同級生の者たちと働いている時に、まあ、その節約の部分でいろいろと話し合ってた時に、河川でこれだけ草生えていたら牛さん連れてきておいて牛さんに食べてもらったらいいっていう結論になってたんですよ。住宅の掃除とか庭掃除草刈りをしたりしてるか分かるんですけども、数ヶ月したらまた結構な長さに生えてきます。だからまあ牛さんの食料が確保できると。でまあ牛糞とかは、メタンガス抽出用に使用すると。それはまあ効率の良い方法で、最初のうちは瓦礫は河川の底という形でいいと思いますよ。同じですから、水の流れる量は海面より上を絶対に流れますから、クルスイは同じです。あとまあ木関係なんですけど、まるで、まあ、密林家のように、大量に木が生えています。蒲田発電とか各小中学校、あと高校大学などに備えて、冬場、暖を得ながら発電すると、そういうふうな、ものが出来上がってから、まあ、伐採していくような形でいいです。ただ1問目の門を設置してこの河川そこまでの距離を、そことサイドをコンクリート化、老朽化した瓦礫、老朽化して解体した瓦礫を使ってっていう話になってきますので、少しの無駄も出したくないと、まあ、そういうふうなことで物事を進めてますから、まあ相当数な年数がかかると思います。河川水門開閉式玉発電の時が通ったらすぐにそれを設置していく形になるはずです。岸田さんも総理か外務大臣の頃か、多分総理の頃の映像だと思うんですけども、
全部いるっていうことを、言ってましたので、あとはまああの牛さんの話ですね。草、牛さんに食べてもらうと、まあ最後牛さん締めるのも、この辺っていうことになると思いますけども、まあ範囲かなり広いですからね。まばらに、まあ、1キロメートルごとに牛さんというような形になると思いますよ。両サイド、まあ、1キロか2キロか、まあ、3キロもあったら絶対もう数頭変えますね。だから中心地から両サイド 1.5 キロメートルぐらいですね。こちらも買った後ですけども、食べてもらえるものですからね、牛さんとかに。この間自宅の前でこういう風な草を、もう少し短いものですけども、ハサミで、まあ、買ってみたんですけども、その方が刈りやすかったですね。あちらの河川が神崎川の、合流してきている、まあ、神崎川で、合流してきている地点ですね。その間のところですね。でやっぱり当分海面と同じ高さが続いているようですね。先ほど あの橋のところまで、まず行ってみたいと思います。こちら淀川なんですけども、降りました。まあ、こちらの河川が合流しているということは、海面の、水位まで、達していると、そう見てもらって、まあ、まず間違いないと思います。まだまだ、道がずっと平行ですので、まあ、河川のその底の海面が、そこの場所は、海面と同じかもう少し高い位置にないと、まあ河川水門開閉式玉発電は基本的に設置できませんので、まあ、あちらの橋のところまでとりあえず行ってみたいと思います。大阪湾まで 16.3km ということで、まあ、だいぶ、まあ、10キロ近くか10キロほど、歩いてきたなというところです。淡路駅の近辺からですね、まあ、周りのところもあれこれ撮影していた部分があるんですが、もうあの朝の10時ぐらいで、水2リットルぐらい飲んでます。前日と今日が睡眠時間5時間ずつぐらいでしたので、かなり、まあ喉が渇いたりだとか、まあ、炎天下ということもありましたけども、今日も見ていただいた通り、ちょっと台風からハリケーンから取り出るんですが、今、まあ、メキシコ近辺かアメリカ近辺ですね。まあ、その辺のところはしっかりと稼働しています。水害とか発生しないように、台風が発生しそうな地点ですね、海上とかで、そういったところから風とか、しっかりと止め始めてくる、そして、台風が進む、ハリケーンが進むということで、よろしくお願いします。大阪モノレールですね、先ほどの、奥の方にあるのが大阪モノレールで、その手前の方に、多分高速道路の中国自動車道なんじゃないでしょうか、だと思います。で手前の方は一般道かもしれないですね。モノレールと中国自動車道と一般道という形のようです。河川の底の方を歩いていった方が良かったかもしれないですね。河川の様子なんですけど、TV などで、全くわからないです。あちらの、もともと目標としていた橋、あちらまで行って、橋の上から撮影して確認したいと思います。橋の近くまで来てるんですけども、まあ、水面のところを見ても、あと、まあ、歩いてきた時
のその状況ですね、まあ、ある程度、まあ、阪急電車の淡路駅から、まあ、1メートルぐらい上がってきてるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ10キロほど、歩いてですね、まあ、しかし海面と同じぐらいの高さにやはり見えます。でこの橋もスルーして、次の橋に行きたいと思います。このまますぐ歩いたら、まあ、道がないかもしれませんので、そこで、左手の方に降りて橋の下くぐれるみたいですので、あちらの方に行きます。淀川あちらの方に何かありますね、まあ、何か合流してる河川というか、こう町中のその溝とかそういったところから集まってきてる水が排水される出口かもしれないですね。ただしあのどう考えても地面の高さの方がちょっとだけ今の晴れてる日ぐらいだったら海面よりもあの高い位置にはあるということにはなりそうですね。今見て確認してる。平方大橋の近くまで行ってみようと思います。本日歩いている距離ですけども 20.8km、まあ、河川のところで、まあ、18km ぐらい歩いてるんじゃないかなとは思います。で、計測しておくことは大事で、あの海面よりも高い位置に河川のところを持ってきたらと考えたら確認してる距離、まあ、約20キロ近くということになります。リフのところに設置するとで、まあ、それはだいぶ先の話だとして、まず第1問目の門を作るとして、この辺りまで来たんですけども、多分まだ海面とほぼ変わらないような流れかもしれないです。ちょっとね、あの1回門を入れてみなかったらわからないんですけども、あちらが枚方大橋なんですが、地図でまず、説明したいと思います。ちょっと待ってください、枚方大橋というところがこちらです。枚方、枚数の枚と、方向の方と書いて枚方と読みます。でこちら左手の方の河川、こちらの方にも上流まで水を貯水したいので、ここのこの位置、多分あのアーチになっているところが左手の合流河川だと思うんですけども、その河川が合流しているこの幅で、門を敷くと。で、河川の底が海よりも、もしも、低かったら困りますので、その時はこの周り、木を伐採してこの辺りの、土砂で、かさ上げをして、その上からコンクリート化で、その出先のところも、海よりも高い、高さにして、地下水流ストレートトンネル発電を、作ります。だから、まあ、あの土砂に関して、ある程度のところまでその門を引いて、その奥の方ですね、まあ、一回門を閉めてみて、調べて、その上流のところにですね、門を、設置して水を一旦止めると、それから河川の、底を、整地する形へ持っていくと、まあ、そういうことですね。ちょっと待ってくださいね、これが61ページで、61ページで、ちょっと待ってくださいね、風で、まあ、先ほどの場所が枚方大橋が、こちらで、河川がこうなってますので、このだいぶ上流のところまで、水が来ると思います。この木津川、こちらや、宇治川の、ある程度の位置まで、水が来ると思います。でその上のところに、ある程度門を設置して、河川の底の整備とかを、しやすい状態を作ると。
そういうことですね。あとは左手の方のあちらの先ほど映したあちらのアーチ状の、橋ですね。緑の、指で指すと花が、あちらの、河川の、上流の方も一度水を満水にしてからですね、どのあたりに、門を設置すれば水を止めれるか、まあ、こことこのあたりになってくるんじゃないかなと思います。そういうふうな形で、対応しましょう。枚方大橋です。中央の方へ行って撮影したいと思います。枚方大橋です。川の流れがありますんで先ほどのあの位置で、大丈夫だと思います。こちらの場所で両サイドかなり広いです。200メートルぐらいこの橋ありそうです。であちらは合流しているところの地点ですので、まあ、水門の距離、200メートルほどの距離になると思います。であちらが送水線ですね。琵琶湖からの送水線だと思うんですけども、まあ、もしかしたら、一個ダムの方からかもしれないです。一個ダムとは兵庫県の稲川の、上流のところです。まあ淀川の上流で考えたら日吉ダム天竺湖と呼ばれる京都府のダムの方からかもしれません。まあとにもかくにもあちらの高さに合わせて、設置するのがいいと思います。あんまりにも河川の氾濫とかあれこれ考えてあちらの方が正解なんじゃないかと思う時もあると思います。だけどもあんまり変わらないですよ。あのビル見てもらったら分かる通りまだもう少し下ありますから。河川の両サイドと内側と外側をしっかりとコンクリートで固めて管理すること、両幅の河川の両サイドの幅があれだけあったら十分だと思います。さらにコンクリートで、覆うわけですから、さらに厚み、長さが増すわけですから大丈夫だと思います。かなり広いですね、この枚方大橋。200メートルどころか300メートルぐらいあるかもしれないですね。先ほど、運転手さんに許可をいただいて、撮影、させていただいてます。現在ですね、枚方の先ほど撮影していた河川あたりはこのあたりで、電車に乗って進んでいるところなんですが、今先ほどの駅がこちらで、もうすぐ木津川が見えています。そちらの河川を撮影したいと思います。このあたりで多分高さ水位5メートルぐらいの高さまで来てると思います。ただし先ほどの傷、この傷側も河川の土砂の形でした。両サイドがかなり広いので、それともなだらかなのでかなり奥の方まで、貯水するような形になると思います。その次が、宇治川が、見えてきます。宇治川は以前琵琶湖から撮影しながら下ってきた時に撮影してるんですが、まあ、こちらも、ね、河川の幅が広いです。河川の土砂の吹き出しとこの辺は、貯水量は、ね、かなりのものになります。かなり上流のところまで、水が、水位が来ると思いますが、山の麓のところもですね、どちらも上流に上がっていきますと嵐山というところに、続いていきます。今、乗ってる電車でですね、まあ、もう少し上流のところまで、行こうとしています。まあ、京都駅の近くですね。ちょっと電車の揺れるので京都駅の、まあ、こちらの方の駅で降りて
デラ駅でしょうか。ちょっと読みにくいんですが、まあ、そこから歩いて、まあ、京都駅へ行って、でそちらから、電車を乗り継いで、まあ、こちらの電車に乗って、まあ、嵐山を行くというような状況です。京都競馬場の近くです。では一旦電源をオンにします。まあ桂川なんですけども、まあ、上流、こちら、久世橋、もしくは、まあ、多分久世橋だという読み方でやってると思うんですが、まあこの辺りまでは、まあ、水が来るんじゃないかと、思われます。一旦嵐山の方へ行って、まあ、下山してくるような形で、嵐山の方から、撮影したいなと思っています。嵐山という辺りが、まあ、この辺りで、まあ、渡月橋というところですね。この上を、まあ、ダム化するような形は、まあ、望ましいですね。海外の方たちが多いですね。まあ、円安ということもあって、旅行客の方たちがたくさんいらっしゃいます。あと、ここは今、渡月橋という橋なんですけども、まあ、河川の土砂が堆積しているのも気になるところです。昔、大雨が降ったときに、その渡月橋のところまで、河川の水位が、上がってきていて、これを越えそうになってましたので、河川の土砂かきなどをしっかりしておけば排水能力っていうのは全然変わっています。で、ま、平方大橋のところに水門を作って満水にしたとき、多分この辺りまで、水が来ると思います。で、先ほど僕のことを知ってる外国人の方だと思うんですが、およそかおそらくか多分か何かそういうふうなことを僕の横を通り過ぎながら、言ってくれてるんですが、ちょっと別の場所を記念できそうな場所を探したいのと、あとここの上流のところですね、もう一度ちょっと道戻ってそこの河川沿いを歩きながら、上流のところに、あの石井ダムのようなダムを作って一旦水をせき止めれないかどうか、調査したいと思います。わかりますでしょうか。河川の底に出たさんを倒しています。河川の底に流木が、流れ着いています。こちらの方ですね。多分一回水せき止めたら河川の底にいろんなもの、あの石とかを、ネットで金網に、詰め込んだものだとか、そういったものがいっぱいありますね。当時もだったと思うんですけども、26年ぐらい前の頃、こういうふうに一回水をせき止めた場合、こういうふうに、船遊びというかそういったものも、一時的に、まあ、止めなければならないとか、まあ、そういう話があったんですが、まあ、水を満水にした時に水がどの辺りまで来るかという部分と、あとまあ、途中のところ、あちらの段のところで、まあ、水の流れを抜けないように止めてしまえばまあいいと、まあ、そういうふうな形だったと思います。で、後でまた地図とかで伝えますが、久世橋やその近くの鴨川の方の、クイナ橋駅という駅の名前があるんですが、そのクイナとはワンピースの、最初の方に出てきたゾロ の、 相棒のような、まあ、幼馴染の女性なんですが、もともと京都は私の祖母が生まれたところで、まあ、私 の、 その祖母の方が浅井家の末裔で、浅井長政の子孫です。滋賀県の小谷城、まあ、近江のあたりなのか、ちょっと詳しいところは僕も知らないんですが、
浅井長政の子孫です。本当に。で、天皇家の方たちとの関わりが昔からあった。で、多分私のその、母方のおばあさん、その浅井家の方なんですけども、そのおばあちゃんの旦那さんが、人事院の人事官だった可能性があります。祖母が皇居に何度か出入りしているのと、あとこの辺、この手の河川の話、まあ、僕は子供の頃から、話していて、河川水門開閉式、ダム地下水流ストレートトンネル発電です。僕と父親と基本的に淡い家の人間プラス祖母などが関わって、でその手の話は佳子様たちも知っています。しかしこれは本当に悔しいですね。未来の時間軸からのもう目から涙が溢れそうになってるんですが、未来からの時間軸の声がけ、それを聞いて、もともとゾロのセリフが出来上がってた可能性があります。26年経過してもまだエネルギーの残存の問題、一つの河川水門開閉式ダム発電ができていないっていう、26年後か27年後の声ですね。本当は多分10代の頃に来てると思いますので、まあ、20歳前後、1998年前後ですね。だから大体26年前の声を聞いて、一回そのクイナっていう地名探しますね。そっくりそのままセリフが使われてるような気もします。未来からの時間軸の淡井圭介が喋ってる動画の内容とかを誰かが伝えてたとか、クイナ橋駅、もともとワンピースという漫画は淡井圭介関わりで始まってます。クゼマスケラというバンドが昔、僕が二十歳ぐらいの頃デビューしてるんですけども、まあ、クゼというワードが出てくる歌があります。多分僕のホームページからアクセスできると思います。クゼと、まあ、救うよと書いての方だと思いますけども、まあいろいろ意味があると思いますが、まあ多分、救いのある世の中、そのエネルギーの残存の問題について、まあその辺のところを歌詞に取り入れてる可能性があるのと、神がかり的な力で、そういう風になってる可能性と、多分誰か人が伝えての方の可能性の方が高いですね。音楽業界は昔からグレイの皆さんやビーズの皆さん、僕は二十歳ぐらいの頃からウルトラパークのバーベキューコーナー等で働いています。ルナシーの人たちも働きに来ています。他もたくさんそういう方たちいらっしゃいました。本当に自分が一番悔しいですね。26年前にスタートしてくれていたら、行政がわけわかんないことばっかりにお金使って、新しいスタジアムの建設だとか、そのお金100分の1でも1000分の1でもあれば特許申請通せていましたのに。多分枚方大橋のところに水門を設置したら、その総水量は日本で一番貯水量の多い琵琶湖以外のダムを上回る可能性が非常に高いです。特に枚方からその先、海の近くまで河川の底を整地して、海面よりも高い位置まで持ってきた場合、その総水量、絶対日本で一番大きいダムをはるかに上回るものになります。そこから先ほぼ平らな状況で20キロほど海まで、まあ河川が蛇行している分も含めて20キロほどありますので、その貯水量、あの川幅、とんでもないようになると思います。特にこの桂川だとか宇治川だとか木津川だとか、他にも分流している河川がいっぱいあるんですよ。そういった河川の、汗が滴って落ちていってるところなんですけども、涙の方じゃないです。まあこの辺のところ、自分が昔言ってた通りですね、競馬で落馬とかあって死者が出たら困るから
自然と夕方に到着するようにしておくって言ってました。多分その時に今までの記憶がよみがえったら多分泣いてると思うと。ちょっとあの話戻しますけども、こういうようなあの各合流する河川、こういったところも全て貯水槽になります。何キロにもわたってまあ、渡月橋という位置がこの位置なんですけども、これらすべて貯水槽です。まあちょっと嵐山のこの上流のところの撮影が道がもう行き止まりなのでできないかもしれませんけども、何かの動画とかで、咲かせたらなと思います。まあもうちょっと歩いてみてもうけど、まあ先ほどの JR の駅がこちらで、こちらの方の道をたどってももう山間部で、この辺りがまあ急な傾斜になっていて水が流れているはずですので、まあ、ちょっと探せるとこまで探してみたいと思います。何か、河川の土砂のかき出しを行った後かもしれないですね。上流から流れてくるもので、こういったものは多いです。でその使い道の件で以前僕が言ってたことを覚えてくれてた人たちが、まあ、あの河川の底からかき集めて、まあ、脇に避けてるのかもしれません。まあ、先ほどの話ですけども、麻生太郎さんもが若い頃から言ってます。あいつを味方につけた方が勝ちだって、裁判のことです。エネルギーの残存量問題から何から何まで全てです。女性もスポーツ業界も負けだっていうことになっています。それとこの間、近くの住宅グリーンハイツのところから、元ソフトバンクの松田というもの、彼も昔フルーツラーパークに働きに来た方だと思います。そのものらしき人物が、私の横を車に乗って、まあ、通り過ぎていったんですが、まあ車の、まあ、音とかも改造マフラーで、まあ、ちょっと問題がありますね。で、まあ、感情的にこちらが、まあ、こうなってる時に、今日の試合の状況なんですけども、昼間の、14時ぐらいから始まってる試合の内容、まあ中日さんが勝ったのはなんとか良かったんですけども、途中まで楽天さんがリードしてたんですけども、コンピューターさんピント合わせてください、これは無料で見れるものなので、撮影して全然問題ないです。3対5という形で途中で誤りの失点、5失点ということになってるんですけども、ソフトバンクが勝てる要素なんかないんですよ。逆になってしまってるんですよ。もうだいぶ前から政府で自民党の中でももう話通ってましたから、26年ぐらい前からもうここまで本当のことが分かったら、まず行政が負けを認めて、その次スポーツ業界のことが本当のことが分かって、スポーツ業界も負けを認めています。これが全て本当の話です。この内容も裁判所に提出することになると思います。ちょっと道が途中まであるのかないのか、まあ、もうちょっと先の方まで見に行ってみたいと思います。あちら渡月橋、帰宅途中に撮影してるんですが、まあ、高さあんまりないですね。5メートルぐらいですね。もともと河川の土砂かきを怠ったら、まあ、この辺りの河川はまだ細い方なんですよ。この先で広くなってるんで、まあ、この辺りで橋のところまで水位が来るっていうのも、まあ多分、まあ、ダムを大雨の時に同時に放流したんだと思います。日吉ダムを天尺湖という泉です。まだ今日昼ご飯食べてないので、ちょっともう帰宅しながら、どっかで、昼ご飯食べたいと思います。
と朝変で小声で喋りますが、昨日の、歩いた距離 33.4km、電車に乗っての移動とかありましたので、昼過ぎには20キロ以上歩いています。大変でした。以上です。大阀府東淀川区の、淡路3丁目なんですけども、老朽化した家屋の数がものすごいですね。至る所で、まあ廃屋、ここは間違いなく廃屋だと思いますけども、ごく稀にすごく古い建物の中に人が住んでらっしゃるケースも、見受けられたんですが、まあ、こちらの建物ももうこれ廃屋でしょう。ものすごい数ありますよ。だから建築業界が建物を解体やめてしまったからですよ。大阪万博だのなんだなんて、もうそこら辺歩いてたらもう先ほどみたいな建物ばっかりで、ちょっと撮影時間うんぬんとかもありますんで、まあこれぐらいにしておきます。しっかりとした表札、すぐ先ほど映してたのがあちらなんですが、3丁目、11、もう至る所はもうそうですね、数十秒歩いたらこれです。でフェンスみたいなものを立てかけてるっていうことは、これも倒壊の恐れあると分かっていて放置してるんじゃないんですか。で向こうの建物も壁に亀裂入ったりしますけども、まあ何かこう物が押し込められてるような家かなりたくさんありますね。多分放置してるんだと思いますけども、目印になるところ、淡路本町第三振興町会集会所と書かれてますけど、ここもフェンス張ってるから、老朽化した建物だから人入れないようにしてるんでしょう。大阪万博なんかどうでもいいことしてないで、するべきことをちゃんとせんかったら本当に世の中めちゃくちゃなってますよ。長だったので一応撮影しておきますね。あとあちらの方の建物とかもそうですね、壁の亀裂の入る具合とか、もしかしたらこちらもそうかもしれないですね。どっか一応何か割れてるものがあれば、歴史バスチャーとかにあるときはあるんですが、淡路4丁目2の3ですね。建物の亀裂の入り方とか見たら分かると思いますけども、地震来たら多分、震度6とかだったら倒れると思いますよ、本当に。能登半島の被災地見てもらったら分かると思うんですけど、この建物倒れてるところ、もう古くなってるところばっかりなんですよ。次、菅原5丁目3の12、阪急淡路駅のすぐ近くですね。多分この自転車とかも放置だと思いますね。あの辺りとかもそうかもしれないですね。老朽化した建物を解体してコンクリート関係のところは、淀川の両サイドの堤防だとか、河川の底を埋めて、海面と同じ高さにする。これ昔話していた内容で、まあもし覚えていたらですけども、橋本徹さんとか知ってますよ。まあテレビでもその話していたことがありましたから、僕らがそういう話をしていたっていうこと。こちらもそうですね、老朽化した家屋、張り紙つけてあるからもう多分危ないから近づいてたらダメですよっていう内容だと思うんですけども、よく人いないと思いますよ、菅原5丁目。ちょっと撮影内容がだいぶ変わってきてしまってるんですけど、今一応淀川の方へ向かって歩いてるつもりなんですが、ちょっと方向感覚が分からなくなりまして、まあ大丈夫ですね。東淡路5丁目
さっき西口から出てちょっと方向が逆になってしまいまして、ただし何かその老朽化した家屋とかを撮影するためにこうなんとなくこう自然に歩いたような気もしますね。先ほどのあの西淡路地区はかなり、あと淡路町ですかね、めちゃくちゃですね。新幹線で、先ほどパトカーも、横通ってくれていて、まあ多分あの僕の動きに合わせて動いてくれてるんだと思いますけども、もうほらね、もう新しく建物建ても空屋でしょ、もう空ばっかり、これが現実ですよ。人口ずっと減っていってるのに、40何年間少子が続いてるのに、買い手が現れるわけがない、人口はいないんだから。先ほどとは別の建物ですけども、多分 あそこも空き家ばっかりだと思いますよ。あの前輪の地図の最後の方、各区とかの、市でもいいです、最後の方見てもらったら分かると思うんですけども、集合住宅、表札が入ってるか入ってないか、まあ、マンション、分譲含めてなんですけども、表札が入ってるか入ってないか表記されています。それ見たらびっくりします。ほとんど空き家です。半分ぐらいです。こちらはあの廃屋とかをスマートフォンで撮影してるんですけども、来てる日は同じです、2024年7月の7日、淀川の、近辺なんですけども、あちらも老朽化した家屋、現在地が、淀川がこうあちらの方からこう右手の方に大きくカーブしていて、あのように、鉄橋といったらいいんですかね、アーチ状になっている、形式の橋が見えていて、まあ、河川がこういう、グラウンドがある場所で、ちょっとあの現在地がはっきりよくわからないので、河川の横を沿って、上流に向かって撮影しているところで、まあ、あの建物を解体したらメタンガスの抽出場にすればいいと思います。まあ、淀川の方の河川、の方の動画を見てもらいながら、撮影日で確認していただいて、まあ、言ってる内容とか、両方ともの整合性、見てもらったら、分かると思います。基本的に最終的にはもっと下流のところまで、河川の底を底上げしておいて、老朽化した解体した、コンクリートとかで、それで、貯水槽にするという案ですね。第1問目の門はもっとだいぶ、あの橋よりもまだ上の方、上流の方になると思います。まあ、まだ川の流れとか見てみなかったら、どのあたりまでが海面の水位まで来てるのかというところがはっきりとよく分かりませんので、まあ、とりあえず撮影してからです。